中国製製のの電子家庭製品には情報漏洩のリスクが存在しますイギリスの消費者団体が行った調査により、中国製エアフライヤーに接続されたアプリが、ユーザーのプライベートな会話を盗聴し、TikTok にアップロードする可能性があることが明らかになりました。韓国メディア、朝鮮日報は11月7日、ガーディアンなどの複数の海外メディアの報道を引用し、イギリスの消費者保護団体、フィッチが、 中国に本社を置くアイゴスター社とシャオミのエアフライヤーがアプリを通じてユーザーのデータを収集し TikTok を含む中国のサーバーにアップロードしていると指摘しました調査の結果これらのアプリは登録時にユーザーに会話内容のアクセス権を求め位置情報や録音の権限も含んでいることが確認されましたさらに収集されたデータが第三者に共有される可能性があると通知されますが 具体的なデータ利用目的は明示されていません。韓国メディアは、中国製デバイスがハッキングの脅威にさらされやすく、これによって損失を被った事例が世界各地で発生していると指摘しました。過去には、韓国で中国製 IP カメラが設置された住宅のプライバシー映像がテレグラムなどのプラットフォームに流出した事件が発生しています。2019年には、アメリカで空軍基地、エネルギー小施設、 空母などの政府施設に中国製監視カメラが設置され、それがスパイ活動に使用される可能性があると指摘されました。また、2022年には、台湾で住宅を撮影した中国製監視カメラの映像がリアルタイムで中国のウェブサイトに流出する事件も発生しています。現在、多くの国が中国製監視カメラや一部の部品の輸入を禁止する措置を次々と打ち出しており、 すでに設置されたデバイスの撤去を求めています韓国警察庁は全国の警察署に設置されている中国製監視カメラを交換する方針を立て台湾も使用制限措置を講じましたさらにイギリスオーストラリアオランダも段階的にこれらのデバイスを交換する計画を発表していますいりといす。Hey,